ミゲル・アンヘル・カストロは、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ州、ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手。ウトを右打ち、MLB のニューヨーク・メッツ所属。2012年に、トロント・ブルージェイズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。8試合に登板して3勝2敗、防御率4.87、20奪三振を記録した。 2013年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグブルージェイズ、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズ、アパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズで、プレーし、3球団合計で15試合に登板して6勝2敗、1セーブ、防御率1.54、88脱三振を、記録した。2014年は、A-9 バンクーバーカナディアンズ、A 級、 ランシングラグナッツ a 級ダニーデンブルージェイズでプレーし3球団合計で16試合に登板して8勝3敗防御率2.6878奪三振を記録した2015年はスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームの地点からブルペン要員としてメジャーの開幕25人枠入りが囁かれていた実際に4月5日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りすると6日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューを果たした。4月には4セーブを挙げたが5月4日にトリプル A 級バッファローバイソンズへ降格した。2015年7月28日にトロイ・トロイツキー、ラトロイ・ホーキンスとのトレードでホセレエース、ジェフ・ホフマン、ヘス・スティノコと共にコロラド・ロッキーズへ移籍した。この年メジャーでは 遺跡前を含めて2球団合計で18試合に、登板して0勝3敗4セーブ、防御率6.11、18奪三振を記録した。2016年は19試合に登板して、防御率6.14、12奪三振を記録した。コロラドロッキーズ時代2017年4月2日に、リーフとなった。2017年4月7日に後日発表選手、または、 金銭とのトレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。この年は39試合に登板して3勝3敗、防御率3.53、38奪三振を記録した。2020年8月31日に、ケビン・スミス、後日発表選手とのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍した。ありがとうございます。